エステルスンド発音例は、スウェーデン中部の都市、イエムトランド県の県庁所在地であり、エステルスンドコミューンの中核地域でもある。エステルスンドは、スウェーデンで5番目に大きな湖であるストールション湖の南東岸に位置しており、イエムトランド県で唯一の都市となっている。人口は、約4万4000人で、スウェーデンで24番目に。 スカンディナビア半島全体では46番目に多い。エステルスンドはスウェーデンで18世紀に創建された唯一の都市である。その理由は、イエムトランド地方の旺盛な交易活動をスウェーデン王家は疎んでおり、それを独占するためであった。当初の目論みは、付近の農民の生産物をエステルスンドの中外人に取り扱わせることだったが、これは、 人々からの反発に遭い、長い期間エステルスンドの街の規模は小さなものに止まった。エステルスンドが本当に大きな都市になったのは、鉄道が開通し経済が自由化した19世紀末のことだった。エステルスンドの位置は、スウェーデン中部にあり、イエムトランド県とエステルスンドコミューンそれぞれの中核でもある。スウェーデンの中で最もその中央部に位置する都市であり、 地理的なスウェーデンの中心を自称している。エステルスンドは冬の都市として宣伝されている。この冬の都市プロジェクトはコミューンと市内の企業によって共同で企画されている。また、エステルスンドはクロスカントリースキースタジアムやピスティガ市内にあるアウトドアスポーツの中心地として古くから知られており、バイアスロンやスピードスケート、 スキーオリエンテーリングなどの世界大会、クロスカントリーとスノークロスのスウェーデン大会が開催されてきた場所でもある。エステルスンドは何度か冬季オリンピックの会場の候補地になっており、冬季オリンピックの全身ノルディックゲームの競技の会場もなった。エステルスンド市の大部分はストールション湖の東岸に位置しているが、湖の中のフローソン島にも居住区があり、今日では かなりの人口が東部に居住している。エステルスンドは、その古代部分をカバーするエステルスンドコミューンと、400人ほどの人口を持つ黒コムコミューンの2つからなっている。エステルスンド市の領域はその名前の元となった、エステルスンデッド海峡全体にわたっている。エステルウンドは、東の海峡という意味であり、こうエムトランド語から来ている。 フローソン島に2500メートルの滑走路を持つオーレエステルスンド空港があり、ヨーロッパの各所と結ばれている。空港の利用者は2005年に約39万人に達した。また、スカンジナビア半島を横断する欧州自動車同時 E14 号線も通過している。街の中央部にはエステルスンド中央駅も置かれている。ありがとうございます。